続いてこの船奥も持ち点は亜鉛鋼と同じ 9.925。 同じ15歳です。今年のヨーロッパ選手権では平行棒は3位、アメリカンカップで平行棒の優勝しています。東ドイツのグナオク、1m46cm、 33kg。 やはりちょっとしたことも気になるんですね、幅が。はい、はい、もう試合の前っていうのは神経がイライラするっていうんですか、非常にもう繊細な気持ちになりますから。すでに馬円高が 9.90 を出しております。東ドイツのグナオク、演技が始まりました。男子のシュタルダーを楽にあります。飛び越し、見事なものであります。グナオク、さあフィニッシュはどうか。ぜひ最終に後方宙返りより、これも立派です。はい、もう本当に男子の鉄棒顔負けですね。スタルダーが入ってますし、車輪も入ってますし、それから下場に叩きつけて上に上がるときですね、非常にやっぱり筋力の締めが強いんですね。もうこっていう感じで上上がってきますし、これが15歳の少女ですよ、はい。